同盟を下し、王国への侵攻に向けて準備を進めていたシュヴァルツ・アドラーヴェイヤだったが、それに先んじて王国と共闘するセイロス騎士団が動きを見せる。煉獄の谷アリルに現れたセイロス騎士団は国境沿いに南進。その狙いがガルグマク大修道院の奪還であることは明白だった。北方より敵襲、旗印から見てセイロス騎士団の模様、一部の部隊はすでに迎撃中です。陛下ご指示を。北からやられたわ。まさか煉獄の谷アリルを通って。敵軍の中に大司教はいるの？いるならそこに兵を集中させなさい。はっ。敵はガルグマクを知り尽くしているわ。おそらく好き放題に入り込まれる。だからこそ接近される前に気づきたかったのだけれど。先生、私たちも急いで迎撃に出るわよ。準備は任せたから。不利な戦いになりそうですな。ガルグマクの調査は進めているのですが、隠し通路や窓の仕掛けなども多く、まだ把握しきれていないというのが現状です。おそらく我々の思いもせぬところから襲いかかってくるでしょう。私は先に各所に指示を出してくる。すぐに合流するわ。ランドルフ将軍とラディスラバ将軍を呼びなさい。急いで。ここで暮らしていたのが昨日のことのようだな。愚か者たちに示さねばなるまい。ガルグマクを犯した業の深さを。でも敵の中には先生もいますわ。私の命を救ってくれた。そうだったな。許しがたき存在でありながら恩人でもある。だがあの者のせいでレアが苛まれ苦しんでいるのは紛れもない事実。神祖の器として天帝の剣まで託されておきながら、レアは変わってしまった。あの者もまた変わったのだろう。もはやこの戦いに勝とうとも元の教団には戻れないのかもしれんな。あのお兄様。フレン、どうしてもと言うから連れてきたが、絶対に前に出るな。お前に何かあれば私は生きていけない。いいな。もちろんですわ。私もお兄様に何かあったら生きていけません。先生と戦わずに済む方法はないのでしょうか。Thank you.
アルグマクへの奇襲成功しました。あとはこの先を突破するだけですね。レア様やカトリーヌ殿は帝国軍の本体を抑えておられる。別動隊の我らで策をなし、大修道院を取り戻すぞ。ここまで敵がまずいわね。陛下、敵の動きが妙ですが、何やらよからぬことを企んでいるのでは。そう、ならば早めに手を打ちましょう。防衛線を死守しつつ迅速に敵を撃つわ。それと敵軍の陣容も不自然です。どこかに兵が伏せてあるかもしれませんが。任せてちょうだい。悲しいけれど私の引きこもれないよう変えなきゃ。働いた分だけ引きこもってやる。いつでも行けます。さあ急ぎましょう。掃除に行くぞ。よっしゃ行くぜ。よし大勝利だ。俺は先制奇襲有利を思います。戦場を広く見なくては。これで戦況が動く。アドラステア皇帝マイル。あと何度戦えばいいのかしら。やってみます。今だ、やれ。来なさい、叩き潰してあげる。女神にあだなす不届き者め、ここが貴公らの死に場所と心得よ。甘い。下がる者は必ず。エルガルト様、敵は森の中に燃料などを大量に運び込んでいます。彼らが火攻めを狙っているのは明白。先手を打って策を阻止すべきでしょうな。森のどこかに伏兵が潜んでいそうなのよね。怪しい場所は避けて進軍しましょう。
波動を敷くため、こんなもん。ブリギットも誇り見せました。冴えているな。通りに進められているな。これは厳しい。これで敵の策を潰せたかしら。念のため警戒して。悲しいですが、これが私の使命。引くわけにも参りませんの。はあ、ジェイ、父様、ごめんなさい。
のもと入りますわ。なんということ。はい。情けをかける余裕なんて。伸びられた。また殺した。人殺しの。精霊、加護感謝します。すげえじゃん、俺も負けねえ。無駄にはしない。信じる者のため。これで戦況が動く。下がる者は必ず。いつでも行けます。侮りましたね。勝つか負けるか、それだけです。成長を実行。よし、大勝利だ。その調子だ。狙い通りに進められているな。
様だ。これは厳しい。負けられないのです。これで立ち止まってる暇はない。戦いに終わりなんてあるのかしら。我らの聖域を犯した大罪、その命をもって贖ってもらうぞ。やっ、もう十分に生きたが、やり残したことが。まだ撃退したようね。みんな力を尽くしてよく戦ってくれたわ。私たちは騎士団の主力を撃退し、ガルグマクを守りきったのよ。ヒューベルト、直ちに被害状況を確認しなさい。はっ。我々より本軍の戦況が気にかかりますな。ええ、あちらにはレアとカトリーヌがいたようだし。レア様、セテス様とフレン様がお亡くなりに。こちらに攻めかかってきた連中はまとめてなで切りにしてやりましたが、大修道院近辺に潜入した部隊は全て撃退されて、無念です。今は引くしか。ご命令を。セテス、フレン、お母様のみならず、あの二人までをも奪うのですね。あなたは私から全てを奪うというのですね。レア様、もはやどれほど悔いようとも、その魂が救済されることなどありません。煉獄の谷を泳がせ、英語の砂漠を歩かせ、身も骨も朽ち果てさせてしまいたい。必ずやあなたに代償を払わせます。償わせますよ。我らナバテアの名にかけて。エーデル・ガルト陛下、申し訳ありません。黙って、今治療を。無理です。助からないのはお分かりでしょう。ラディスラバも先に行きました。敵は撤退し、もう安全。報告ご苦労。また失ったわ。この足元が血に濡れるたびに、歩みを進める私の足が重くなる。後悔も怨嗟も絶望も何もかも、私は捨て去ってここまで来た。そしてまた進まれる。ヒューベルト、敵の状況を教えて。はっ。まさに痛み分けですな。幾人か
名のある賞を討ち取っております。中でもレアの副賞とも言うべきセテスを撃てたのは大きいでしょう。戦死した騎士団長のアロイスをはじめサイロス騎士団にも打撃を与えました。我々やガルグマクへの被害が少ない分勝ちと主張できなくもありませんがね。ええ、勝利したと喧伝しなさい。向こうも同じことをするでしょうけれど。はっ、すぐに指示を出します。恐ろしい相手でした。教団はなんでいつもこんななんですか。どんな訓練したらあんな。もう怖かった。いや、ガルグマクの中に敵を見た時には死を覚悟したね。死んでもいいやと思っていたのに、実は死にたくなかったみたいだ。勝利、幸運です。騎士団実力高いですから。それから憂いなく攻めること可能ですですか。ああ、この勝利は大きい。多くの犠牲者は出たが得たものもある。旗色を伺っていた王国の諸侯の中にはこちらになびくものも出よう。勝敗一つで態度を変えるなど、まったく貴族の風上にも置けないがな。今日戦った相手は今まで以上に顔見知りが多かったわ。そんな相手と本気で殺し合わなきゃいけないなんて、国も女神も。俺はもう止まらねえ。このまま王国をぶったたいてやるぜ。フォドラの統一、俺たちならできるってみんな思えたはずだ。そうだろ。みんなやっているようね。戦後の処理が終わったわ。こちらも相応の被害を負ったけれど、失ったものは相手の方がはるかに大きい。多少の予定外はありましたが、勝ちは勝ちですな。次の戦いへの支障もないと言える範囲にあります。タルティーン平原を突破して王都フェルディアを目指すのよ。いよいよ王国との、そして教団との決着の時が近づいているわ。